こんにちは、ゆきです。本日は代官山です。今日はですね、エリオポールさんのお店図鑑になります。お店図鑑企画会議でも雑誌を見て、ちょっとエリオポールさんのニットだったり、あとセレクトもとってもたくさん扱ってるので、その辺もね、気になってるものをどんどんチェックして見ていきたいと思います。じゃあ、琴ちゃん行きましょう。ゆきです。よろしくお願いします。エリオポールでバイイングと代官山の店舗を担当しております菅、はい、と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速なんですけど、はい、エリオポールさんのコンセプトをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、エリオポールは、自由で自立心を持った大人の女性のための代官山のセレクトショップということをテーマに掲げておりまして、国内外からのセレクトアイテムも含めなんですけど、エリオポールのオリジナルの商品もご提案させていただいております。じゃあ早速ね、はい、もう行きましょうか。はい、ここにね、ハンビンも、ね、うん、このありましたので、はい、まあ、こちらも取り扱ってたりとか、はい、今日着ていただいているタイプの、はい、フードがついているものなので、ちょっと形が少し違うんですけれども、はい、マッキントッシュはエリオポールでも非常に長く人気のあるブランドの一つですね。はい、やっぱり可愛いですね。可愛いですよね。はい、今日もすごくお似合いになられているので素敵です。じゃあ早速行きましょう。はい、なんかおすすめなのとか教えてほしいですね。あ、そうですね。はい、私こういうちょっとニュアンス系のグラデーションのような印象で、ニットのセットアップもご提案をさせていただいていて、はい、ちょっとこういったリラックスしたアイテムでも、はい、少しきれいめな印象でも使っていただきやすい仕上がりになってるかなと思います。なるほど。はい、このサイズ感っていうのはエリオポールさんっていうのはどうですか。だいたいトップス、ワンピースなどに関しては、はい、ワンサイズ38ですね。だいたい9号だったら M サイズを着られてる方にフィットするような着方ができるかなと思うんですけれども、ボトムスに関しては36、38と2サイズでのご提案になりますね。なるほどです。はい、ありがとうございます。早速ね、これ着てみたいのと、菅さんは一緒にお着替えっていうのは可能ですか。はい、かしこまりました。 ありがとうございます。じゃあね、菅さんのね、やっぱそのバイイングされてる方のやっぱりその気持ちってまた違うと思うので、はい、ちょっとその辺のコーデもね、ちょっと気になりますので、今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、いきます。はい、せーの。はい、セットアップのニットを私今着用させていただいているんですけど、これご紹介いただいてもいいですか。はいはい、3色展開で、ボトムスニットウエストゴムなんですけれども、はい、2サイズご用意をしているので、比較的こう身長ですとか体型選ばずに着ていただけるところも魅力かなと思います。あと足元のリブの内側ですね、スリットが入っているので、今ゆきさんもショートブーツを合わせてやらっしゃると思うんですけれども、ちょっとちらっと見える動きが出るところも、はい、ラインが綺麗に見えるポイントかなと思います。このお素材っていうのはウールにちょっとレーヨン、ナイロン、カシミヤも少し入っているので、はい、着ていただいた印象、うん、チクチクした感じがなく、裏もつけてないんですけど、ニットの肌当たりもすごく滑らかで、着心地の良さも魅力かなと思います。ね、確かにチクチク感気にならず、うん、お家でもゆっくりして履けるパンツですよね。そうですね、ちょっとこう、はい、お家の時間も増えてきてるとは思うので、うん、なんかリラックスしたりとか、こう在宅でのお仕事の方にもすごくいいアイテムかなと思います。ニットパンツってしかもセットアップで合わせるとすごく難易度高いなって思ってたんですよ。そのルーム感出たらどうしようみたいな、履いてみてそんなことないですね。そうですね、はい、なんかこうゆきさんがこうジャケット合わせていただくと、なんかこう部屋着感っていうのはすごく軽減されるかなと思いますし、なんかこういうアレンジを楽しんでいただけるのも魅力かなと思いますね。そうです、はい、今菅さんと着てるものの、はい、色違いになります。同じサイズを、はいはい、着用しております。こういうブラック系でも相性がいいですし、もういわゆるスタンダードなこう色落ちのブルー系のデニムにコーディネートしていただいても綺麗かなと思うので、はい、すごく可愛いです。菅さん、ちなみに身長っておいくつですか。158センチですね。そうなんですね。はい、こちらのデニムも、はい、エリオ
ホールさんのものですか。はい、こちら A ゴールド E というアメリカのブランドなんです。こちらセレクトのアイテムになりますね。 LA のブランドになります。ジャケットは、2サイズですか。これ はい、2サイズで、今ゆきさんは38の大きい方をあえて着ていただいていて、はい、今季ちょっとエリオポーロでもすごく一押しのジャケットなんですけれども、エリソンダブルジャケットというあのシリーズを作っていて、こちらのチェックのタイプとネイビーの無地とご用意があります。あ、セットアップで着れるんですね。そうなんです。実は、はい、今ゆきさんが着ていただいているチェックのタイプで、はい、うん、こういうサスペンダー付きの取り外しができるディテールになっているんですけれども、で前にフロントにタックがある、うん、少しボリュームが出るようなテーパードのパンツと、先ほどご紹介させていただいた色違い、生地も全く違うものにはなるんですけれども、こちらネイビーのタイプと2色展開でご用意しております。素敵ですね。もうこれでも絶対セットアップでも着たいと思っちゃいました。可愛いですね。可愛いですね。はい、お似合いになりそうな感じが。ちょっとこう当てがってみようかな。ちょっとリサイクルウールを使っているのがポイントにもなるんですけれども、はいはい、ネイビーの方だとストレッチ素材になっているので、ジャケットであまりこういうストレッチっていうのがちょっと珍しいかなと思うので、着心地の良さも非常に魅力です。ストレッチなんですか。そうなんです。本当だ。一見ジャケットってそういうイメージがないと思うんですけども、はいはいね、着心地の良さだったり、こう肉感があるのに気軽にこう動きやすさっていうところも着やすいポイントかなと思います。確かにこれだとなんかこう行事とかも、はい、このままでいけますもんね。そうですね。こうブラウス合わせ、ちょっとサテン地のような、うん、はい、ちょっと今年らしいこういったアイテム合わせていただくとちょっとシックな印象になるので、少しこうかしこまった席ですとかにも使っていただきやすいアイテムの一つかなと思いますね。なるほど。はい、そうです。若干丈って変わりますか。この、少し変わります。うん、ただこうアウターにもできるこう肉感にはなっているので、はい、なのでお好みで、今みたいにこうニット合わせの時はやっぱりそれこそ肩周りの可動域っていうのも気になるところだと思うので、そのあたりでサイズ感お好み選んでいただけるといいかなと思いますね。なるほど。こうボタンのデザインがジャケットはあのベーシックだと思うんですけれども、はい、あえてこう女性のジャケットなので、ピサみたいに今こうロールアップして着れるようにこうボタンをつけていない仕上がりになっているので、そんなアレンジもしやすいところも着やすさのポイントです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これ可愛いですね。私この、はい、さっきこの、はい、すごいコーディネートが素敵です。そう、可愛いの見つけちゃってすごい見てすごいか。あのこれってなんかフリンジって多分これ細かいからこうふわふわってなってますよね。デビッドソン あのベーシックにこうカニバルが出た時はもう少し太いフリンジのタイプっていうのが出ていて、デザイナーが変わったタイミングでこの細いフリンジのデザインにディテールが変わったんですね。で今季はちょっと特徴としてはゴールド の、はい、金具に変わったところも今年のポイントかなと思います。ヴィンテージ感を出す、はい、なんか一つのアイテムで、このスタッツの部分もまたこの効いてきて、はい、あのかっこよさと品の良さもあって、はい、この繊細なフリンジというか、はい、こういうレザーのこのフリンジっていうのもね、すごく繊細でおしゃれですよね。今ゆきさんも持っていただいている方が小さい方のサイズで、はい、あ、そうなんですか。はい、そうなんです。はい、サイズとあとはサイドに今こうくるんと丸めてディスプレイはしているんですけれども、はい、これがショルダーにできるので、はい、斜め掛けも容易にできるようになってますね。はい、こちらがジャニッサレオンというアメリカのブランドになっていて、はい、お素材本体の部分がウールを使用しているんですけれども、はい、3型本機はご用意をしております。中折れハットを第2個にちょっと増やしていきたいですね。ぜひぜひ。はい、気になったものがあって、はい、まずですね、もうこれ着たいみたいな、これはトラディショナルウェザーウェアさんの、はい、MB、 もう私もこれなんか愛してる。やっぱ冬にこういうマリンテイストのものをフレンチでこう入れていくっていうのがいいですよね。いいですよね。はい、なんかこうレイヤードも BMB は本当楽しめるアイテムだと思うので、はい、中にこういうチェジャンアイテムと合わせて、はい、うん、冬だとちょっとこれだけだと心もとないかなと思うので、オーバーなこういうボアのブルゾンとかで素材感変えていただくだけでもちょっと楽しみ方が増えるかなと、はい、秋から冬まで長く楽しんでいただけるコーディネートかなと思いますね。体はね、すごい可愛いですよね。このちょっとデニムも気になりますね。これは
サニーサイドアップというヴィンテージ の、はい、あのデニムの生地を使ってそれぞれこう貼り合わせているような風合いになるので、はい、一つずつ個体差が出るのも特徴にはなるんですが、ちょっとバッグもこういう形でツートーンに仕上がるのが特徴ですね。こちらがボトムスで、これも前から見たカラーリングと後ろからの横から見ると分かりやすいか、こういう感じで。なるほど、この貼り合わせがいいですね。可愛いですよね、はい、こういったちょっとヴィンテージのアイテムも今年はセレクトしております。なるほど、はい、わデニムオンデニムも可愛いし、ちょっとそうですね、この一角でちょっとコーデしていいですか。はい、ぜひぜひ、はい、可愛くないですか、この可愛いですよね、着たいのいっぱい、どうしようか、ね、ちょっと可愛いですね、はい、じゃあちょっと皆さんお楽しみに、はい、じゃあまた一緒にいいですか、はい、はい、じゃあいきます、せーの、はい、私結構インディゴデニムとかの方が多いんですけど、はい、こういうねやっぱりこう明るめのデニムもこうヴィンテージっぽいこのやっぱ可愛いですね。可愛いですよね、はい、今みたいにこうロールアップを今年エリオポールすごくおすすめしていて、はい、ぴったりにこうカットしていただくて、はい、お修理っていうのももちろん可能ではあるんですけれども、はい、あえてこうブーツのこう合わせだったりとかで、はい、こうロールアップの着方もぜひしてみていただきたいなっていう感じですかね。なるほど、はい、スウェットすごく好きで、あとこうロゴが書いてて、はい、可愛いですよね、これプリントですよね、はい、プリントタイプになってます、はい、これもこれはワンカラーですか。エリオポールのセレクトでいうとこちらの一色展開ですね、うん、ちょっとこうカットソーまではいかないですけど、そのくらいの気持ちで着れるスウェットですよね、はい、このね、アドもご紹介いただいてもよろしいでしょうか、はい、ありがとうございます。もこもこして、うん、すごく可愛くしていただいて、ね、色もいいですね、可愛いですよね、はい、こっちの濃いタイプと先ほどご覧いただいた、はい、うん、こっちのベージュと2色、はい、どちらもちょっとブラウン系の濃淡でご用意をしていて、はい、エコファーなんですけど、はい、表のボアと裏地がなくって、はい、ダブルフェイスの仕様になっているところもちょっとポイントですね、はい、裏がちょっと見えた時も雰囲気が出せるので、うん、こちら2サイズご用意しております。ゆきさんに着ていただいているサイズが小さい方のおサイズを、ね、はい、着ていただいてます、はい、こちらもエコレザーなんで、フェイクのレザーなんですけれども、はい、そちらに先ほどゆきさんに見ていただいた BMB のちょっと爽やかなブルーと白の配色のタイプを選びました。今年のデザインでいうと、はい、袖幅がちょっとゆったりオーバーなサイズ感になっていて、うん、BMB のイメージだとちょっとコンパクトに袖元すぼまってるのが結構お持ちの方多いと思うんですけど、ちょっとアップデートされているのが今年のポイントですかね、はい、エコレザーの素材のものをこう合わせてくるっていうところが、はい、またどんなのこうカジュアルファッションのこう抜き方なのかなっていう。ありがとうございます、はい、ちょっとねこの帽子をねとこのバッグをねご紹介いただけたら嬉しいです、はい、帽子と、はい、今着ていただいてるスウェットが同じブランドで、はい、アメリカのアカデミーニューヨークで、はい、ロゴがどちらもちょっと、はい、あのフォントが違うので、はい、あの分かりづらいんですけど、うん、ブランド名が入っていて、もともとブラックと2色でのご用意です、はい、今斜めにつけていただいてるドリフターのバッグで、はい、こうナイロンバッグなんですけれども、今年は2色セレクト、はい、オリーブのようなカーキのようなカラーと、これも可愛いですよね、はい、なんか同色で今スウェットと合わせてつけていただくのもいいですし、アクセサリー感覚でも持っていただきやすいかなと思います。中にこうやってつけていただいたり、ご旅行の時とかでも便利かなと思うので。可愛くないですか。そして後ろがふわっとしてて、後ろにスリットが入ってますね。ふわふわふわしそう。フィータというブランドなんですけれども、はい、インドのこう職人さんが一点一点ハンドメイドで仕上げている非常に繊細な、はい、あの作りのアイテムですね。そうなんですね。紡ぐをテーマに作られているブランドなので、はい、こう同じアイテムもお修理を繰り返してもうずっと着ていただくようなブランド作りをコンセプトにしているブランドさんですね。はい、素敵ですよね。可愛い。菅さんだったらこのボトムス何を合わせますか。少しハイウエストのボトムスですとか合わせていただいたり、はい、ちょっと冬のシーズンになってくると、はい、こういうちょっとウエストマークの高いパンツと組み合わせていただいて、はい、中にレイヤードでタートルとか合わせていただくのも素敵かなと思います、うん、なるほど。ちょっと今迷ってるので、
お楽しみにということで、はい、いきます、せーの、はい、ということで3着目ですね。テーマはアンティークなという感じでだったんですけど、まずこちら最初にご紹介いただいてもいいですか。すごく可愛いです、はい、エリオポールのオリジナルのセットアップで今合わせてるんですけれども、イタリアのインポートの生地を使ったちょっとデザインが水彩画タッチのこう柔らかい柄が特徴のセットアップになっていて、ちょっとウエストのラインだったりとか、あと裾のスカートがちょっとタックのボックスタックの中が配色になっていたりと、ちょっと動きが出た時にちょっとモードな印象にも仕上がるようなデザインのアイテムです。少しこうシルクが入ったちょっと自然な光沢が光の加減によって出るような生地が魅力ですね。これはちなみにワンサイズですか。あ、はい、スカートが一応後ろがゴムでの仕様になっているので、はい、こちらもワンサイズでの仕様になっています。じゃあ次はですね、私にそのご紹介いただきたいんですけど、まず、はい、じゃこの中のトップスなんですけど、はい、ソーレースですよね。そうなんです、はい、で首周りもちょっとここにグログランでちょっと寄せてるギャザーの作りになっているんですね。で今レイヤードしていただいているので分かりづらいんです。こちらも袖がこうふわっと広がるようになっているので、もう本当に1年を通して単品使いからレイヤードまで、はい、着ていただけるような仕様になっております。なかなかないディテールかなと思いますね、うん、そうですよね、はい、結構こうこの襟元やっぱ気になっちゃうので、きちんと感が出るのでやっぱいいですね。いいですよね、ありがとうございます。次すみません、はい、このニットですね、毎年こちらは入れてるハーレーオブスコットランドって、うん、スコットランド の、はい、老舗のニットメーカーのアイテムで、はい、毎年すごく人気があるんですけれども、思ったよりもこう広がりすぎないというか、はい、こうオーバーな仕様ではなくて、本当にもうスタンダードなトラッドな仕様というところで、ちょっとコンパクトに収まるようなサイズ感をオーダーしております。ファンスカラーも非常にちょっと木が入ったような濃淡がちょっと混ざったような糸が特徴のカラーリングですね、うん、はい、ベーシックな、ね、色もね、はい、便利ですよね。本当に毎年買い足されてる方もいらっしゃる、はい、本当に人気のブランドですね。じゃあ次はですね、はい、このスカートをご紹介いただいて、はい、これもちょっと特徴的ですよね、はい、一見、はい、前から見ると、うん、まあ、ギャザーのロングスカートに見えるんですけれども、はい、さん後ろのそうなんですよね、はい、ヒップ下あたりからの、切り替えになっていて、そこからギャザーを寄せていて、これだけ洋弱を取るとすごく重たくなるんですけれども、贅沢な生地の使い方の割にはちょっと軽くさらっと着ていただけるお素材になっています。これもシワ感気にせずに使っていただけるので、はい、これいいですね。エリオポールではもちろんサイズ展開限られてはしまっているので、はい、各店舗で押し売り対応もそのとウエストの調整ですと肩丈のバランスも、はい、店舗で対応ができるので、うん、そのあたりも気軽におっしゃっていただけると、はい、そうなんですね、ご相談も、はい、できます、ね、それちなみになんですけど、はい、エリオポールさんの商品だけじゃなくて、そのエリオポールさんで買ったセレクトのアイテムも、はい、サイズ調節可能ってことですか。もちろんです。押し売りの方法によってもこう、うん、ウエストで詰めるのかとか、はい、竹詰めのどういうディテールで残すのかっていうのも細かくご相談はいただけるので、はいはい、ご安心していただければと思います。はい、ありがたい情報ですね、はい、アウターね、羽織ってみたくてもうね、はい、パフワーさんがこれもねちょっと羽織ってみたいなっていう、はい、いいですか。もちろんです。あ、何でも合いますね。朝も取り扱ってるというところがね、またいいですね、はいはい、エリオポールでは本当に長く、はい、仕入れてるブランドの一つでもあるんですけれども、はい、本当に手入れもしやすく、最近アップデートしているところも着やすいポイントかなと思いますし、あとは今着ていただいているバーレーのデザインとか非常に女性らしく仕上がるコートかなと思うので、はい、エリオポールのアイテムとも非常に相性がいいかなと思います、はい、めちゃくちゃ合いますね、はい、はい、ちょっと気になりますね。 ありがとうございます、はい、こちらがセアというフランスの、はい、デザイナーさんは日本人女性なんですけれども、はい、フランスにお住まいのデザイナーさん、はい、セアさんが作られているアイテムで、こちらに関しては代官山限定での、はい、アイテムになるので、はい、ちょっとお近くの方もしくはお電話などでも対応はできるので、はい、ぜひそのあたりもご対応できるので、はい、気軽にご相談いただければと思うんですけれども、はい、ちょっとステッチが細かく
首周り入っているのがお分かりいただけるかと思うんですけれども、ここですよね。そうなんです、はい、ちょっと仕様が非常に細かいディテールこだわってるアイテムで、はい、もしよかったら着てみられますか。いいですか、はい、あ、素敵です。かっこいいですね。素敵ですよね、はい、本当に着心地はジャケットに近いですね。あ、そうですかね、はい。あとはおそらくデザインのポイントでも、はい、前から見るとちょっとラウンドしてるラグランのスリーブで、うん、背中のシルエットに関しては、はい、しっかりラグランの袖付けになっているので肩の可動域も取りやすい分、はい、オーバーではないんですけれども、はい、動きやすさっていうところもデザインのポイントかなと思います。セイアンのコートだとこういうちょっとガウン型の、そうなんですね、またちょっと雰囲気が変わる、はい、こちらのデザインもあります。さん、これも似合いそう。ちょっとこちらいいですか。はい、素敵です。すごくちょっとこうカラーがブラウン系の配色で相性がいいかなと思いますし、はい、一応こういうリバー仕立ての仕様になっているので、うん、表地と、はい、なのでお袖関係なくこう、そうですね、非常に軽いのも魅力です。ゆきさんに触ってみていただくと、ああ、本当です、すごい気持ちいいんですよ、はい、つるつると、そうですね、毛並みがちゃんとあって、はい、っていう感じですよね。でもつるつるみたいな、はい、非常に温かくて柔らかい素材なので、はい、焼くという、だからなんか、はい、今毛並みって言ったじゃないですか、あの、ね、ちっちゃい中を、はい、短い毛が分かるんですよ。そうですね、触っていただくと、はい、あの毛並みみたいなと思ったんで、はい、それが約なんです、ね、そうですね、約 100% なのでちょっとお素材的にも非常に高級な、はい、ね、仕立てになりますね。確かに、ぜひ体感していただけると、はいはい、ちょっともう気になるブランドさんがもうチェックしていっぱいありますね。 あ、はい、ありがとうございます。なんかこれすごくないですか。ちょっとことさん、ごめんなさい、これ寄っていただけたら、刺繍がね、どうなっているんですか。ジャカード素材なんですけれども、はい、生地によってなんですが、本当触っていただくと分かるようにこうポコポコとした生地が特徴です。これも非常に高級感のあるお素材なんですけれども、触っていただくと見た目以上にそんなに厚地ではないんですね。なのでそのあたりもこう長いシーズン楽しんでいただけるかなと思います。じゃあ次もね、ちょっとお楽しみにジャンプしたいと思います。じゃあすみません、お願いします。お願いします。せーの、はい、ということで、このアウターからご紹介いただいてもいいですか。はい、はい、ヘリンボーンのこう編み地になっている生地を使っているので、はい、ちょっとずしっと重量感はあるんですけれども、はい、その分非常に暖かくて、あとは立体感というところのシルエットが綺麗に仕上がるコートになってます。今解禁で着ていただいているんですけれども、はい、襟元がスタンドがこのようにチンストラップがついているので、マフラーなしでもこう防寒ができるデザインになっていて、エミューポールさんのオリジナル、はい、オリジナルのコートになります。なんか先ほどまさかさんにずしいと言われたんですけど、はい、私着てる感じはもう全然軽さ感じるアウターだなと思って。よかったです、はいはい、なのでこれもね、ノンストレスでね着れるアウターですね。よかったです、ありがとうございます。着、はい、心地満点です。今着ていただいている、2色ボーダーでご用意してるんですけれども、通常こういうニットでボーダーってまあよく見かけるかなと思うんですけれども、ニットの素材によってこのはっきりボーダーのラインを出すのは非常に難しい技術になっていて、ちょっとそこのピッチがしっかり配色が見えるところもどうしてもぼやっとこう馴染んでしまう糸が多い中では、このはっきりとラインが出せたっていうのがちょっとポイントかなと思います。タイトすぎないので、はい、そうですね、1枚でもいいですよね、はい、じゃあ次が、はい、このパンツですね。はい、はい、いただいているのがバレナという、はい、フィレンツェイタリアのブランドになるんですけれども、マニッシュなこうトラットな印象のディテールが多いんですね。なのでちょっとダブルの裾と、そうですね、はい、ガンクラブチェックのこうちょっとトラットな配色っていうのが、はいはい、すごくゆきさんの雰囲気にもお似合いなんでて、はい、この折りが最初からなってるので、はい、このサイズ感も、ね、すごく低身長の方にも良くて、はい、あとウエストが、あれですね、はい、はい、これ紐ですねになってるのでいいですね。このバッグですね、はい、こちらはね、私もこれは2つ持っていまして、はい、イニシャルのタイプで、はい、ここに Y と入れてます。あ、
このね、私このミニサイズがすごく好きで、これね、ショルダー、そここれも かわいいですよね、ベーシックで、はい、でもあのちゃんとここにあのファスナーもついてるので、はい、中身もねこう見えない帽子になってますし、はい、かつねあの型崩れがしないっていうところなんですよ、キャンパス地なんですけど、はい、レザーとの相性もいいし、であのショルダーにもなるんですよ、なのでこの大きさでマチもしっかりあるんですけど、結構持ちやすい、コンパクトなんですけどちゃんと収納できるので、はい、使いやすいですよね、はい、こちらもすごく大人気のシリーズ、うんうん、アリファの、一番小さいサイズですね、はい、でちょっとこう脂肪側の表面になっているので傷だったりとかも目立ちにくいというところが非常に人気のポイントかなと思います、うん、あとはサイズが今違うタイプだとこのサイズも非常にちょっとお荷物が多い方とかはこのぐらいでも、はいはい、使いやすいかな、ちょっと持ってみてもいいですか、ぜひぜひ、はい、ちょっと気になってるのが、はい、このこれは、はい、通常こうなってるんですか、ですね、通常は今私がこっちもまた違う結び方をしてるんですけども、はい、通常はこの状態、はいで入っていて、あのアジャスターがついてないので長さ調節、やっぱりこうヨーロッパのブランドだと紐の長さが日本人の女性だとちょっとバランスがあの結んでしまう、肩結びとかって調節される方もいらっしゃると思うんですけれども、ちょっとあえて固定させていただいているのがこういうちょっと鎖型に編む調節の方法と、津田さんがこれやられたってことですか、はい、すごいですね、紐、はい、でアレンジですか、そうなんです、なのであのショルター斜め掛けじゃなくても肩掛けぐらいだったらこのぐらいの長さだと、はい、こっちの肩に通すぐらいの長さでアレンジができるので、はい、あとはここを短くするとまた斜め掛けだったりとかでもアレンジができるので、はい、すごいもう充実してね、もう一つ一つやっぱりそのセレクトのものとエリオポールさんのオリジナルものが、なんでしょう、やっぱね、こだわってやっぱセレクトされてるのと商品にあっというアイテムをやっぱりこう作られてることもやっぱり分かったので、もう今日シンキングまたまたやばいです、あ、ありがとうございます、はい、どうしましょう、ね、じゃあちょっとコトちゃんとシンキングをしてきます、はい、お願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあちょっとコトさん行きましょうか、ね、これもね、あの色違いすごく素敵じゃなかったですか、なんかやっぱり着てみることって大事ですよね、うん、すっごく上品に、これもすごい可愛かった、可愛かった、あ、このグローブも可愛いんじゃないですか、ちょっとこれしてみてもいいですか、すみません、お上品です、あ、でもグローブも欲しい、こういうね、こういうのも見れるって良くないですか、あ、どうですか、あ、しかも手が綺麗に見える、しかもサイズがいい、いいですね、物大切ですね、そしてこのスウェットでどうですか、これも可愛かったな、これもね、ならではね、はい、ね、可愛いですね、うわー、どうしよう、あとこのジャケットか、ね、あのトラットのアイテムをこの間あのね、パンツ、ワイドパンツしましたので、それにもどうですか、あ、でもかっこいいですね、スカートとかにもどう、いい、いいですね、いいですね、あ、こういう、こういう、もうちょっとあの大観、今日は大観山を意識して、あ、どうですか、新しい、かっこいいですね、あ、でもこのチェックいいかもしれない、ちょっと今着てみたんですが、どうですか、コトさん、このジャケットあったらなんかこうスカートでもパンツでもね合わせやすかったんですけど、あとは、ね、皆さんこの絶対このセットアップで着ていただきたいっていうのもありますね、かっこいい、コトちゃん決めました、はい、はい、私今日 も、はい、もう本当にいろいろまた迷ってしまったんですけど、キャップとあのジャケットと、はい、あのこのボーダーのこの合わせが、うん、なんかすごくねこう私のコーデのまた一つのアイテムにすごくコーデしやすいんじゃないかなっていうのと、はい、またこれにパーカー挟んだらすごく可愛いんじゃないかなっていう、はい、スタイリングをすごくこう想像を膨らませたアイテムだったので、はい、これに決めます、
ありがとうございます。すごくお似合いです。こちらこそありがとうございます。やっぱりね、なんかこう提案していただけるとすごくこうチャレンジもなりますし、遊び心があったりとか、その中にもちゃんとやっぱきちんと感もありつつっていうところが、そのね、イレオポールさんのやっぱすごいところだったなと思うと、と菅さんのね、やっぱりこうセレクトのなんかね、そのバイングってやっぱりね、このセンスだったりとかあるじゃないですか。一着一着やっぱその愛を持ってコーディネートというか選ばれてるんだなって、すごくこう商品見せていただいてすごく感じました。嬉しいです、ありがとうございます。こちらこそです、ありがとうございます。ちょっと最後にご紹介一つだけさせていただきたいんですけれども、はい、11月の19日から、はい、ポップアップを開催する、ちょっとストールのブランドなんですけれども、はい、チェザーレガティっていうイタリアのブランドで、はい、カシミヤのお素材なんですけれども、はい、2万7000円っていうちょっとお手頃なカシミヤでご用意ができるブランドで、はい、いわゆるベーシックなストールになるので、はい、今ゆきさんに選んでいただいたジャケットなどにこう合わせていただいたりもいいですし、ちょっと12月お出かけのシーズンが増えたりですとか、あとはまあちょっとクリスマスのご家族へのギフトとかにもすごく人気があるアイテムでもあるので、はい、ぜひちょっとポップアップ豊富にこちらの以外のカラーリングも、はい、ご紹介ができるので、ぜひ店頭に足を運んでいただけると嬉しいなと思います。11月ですよね、はい、11月の19日からですね、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。確かにカシミヤ 100% ですか、はい、そうなんです、100% で ね、 やっぱりね、上質のものを皆さんこう手に取れる機会があるとやっぱり嬉しいので、はい、ぜひね、皆さんポップアップの方でチェックしてみてください。お待ちしております、はいはい、それでは皆さん、さようなら。